はい、洗濯屋太郎の染み抜き動画です。はい、色鮮やかなセーターですね。はい、セーターをご依頼いただいております。はい、ちょうどね、胸のあたりですね。はい、中央部分ですね。はい、このような、黒くなって、変色したシミが付着した状態ですね。はい、そうですね、素材の方ですね、確認してみましょう。アクリルが 100%、おそらくこの青い部分ですね、こちらがアクリル 100% で、この白い部分ですね、こちらが、綿 100% になりますね。はい、このリブ部分ですね、こちらが、綿とポリウレタンの混合になりますね。はい、こういったね、違う素材の組み合わせですね。はい、はい、それではまあやってみますが、はい、シミの除去についてはね、まず問題ないんですが、おそらくシミを除去した後のね、どうしてもね、洗いが必要になってきますんでね、その際にね、やはりこう違う素材の組み合わさった、お品というのは、どうしてもね、型崩れが生じやすいという難点があります。むしろね、シミ抜きよりもね、洗いのリスクということになりますね、今回の場合は。ただまあそれほどね、まあ、気をつけて洗いはね、著しいね、型崩れ等はまあ発生しないとは思いますけれども、まあ、例えばね、干す時にでもね、乾かす時ですね、乾かす時にでも、ハンガーを使わずにね、平干しをするとか、少しね、そういった工夫は必要になってきますが、普通でしたらね、洗いながらね、シミも同時に除去するところなんですけれども、やはり先ほどね、申し上げましたように、型崩れのね、洗浄による型崩れのリスクが、どうしてもね、拭いきれませんのでね、ここはまあ、シミを一旦除去して、少しね、手間はかかりますけれども、お品に対してね、ダメージの少ない、確実な方法で、処理をさせていただくことになります。シミは問題なく落ちますね。はい、ビフォーでアフターですね。はい、続けていきたいと思います。ありがとうございます。